スーパースターリブラは、マレーシアのスタークルーズが運行している、クルーズ客船、ノルウェージアイクルーズラインにより、新オードとして1988年より就航した。1997年には、ノルウェージャンシート、改名、2005年にスタークルーズに移籍するまで、運行された。スタークルーズにより、スーパースターリブラと命名された元船は、2006年夏には、地中海、 エーゲ海、アドリア海でクルーズを行った。9月にはムンバイへ移動し、2007年から翌年にかけては、キールンを拠点とした。2007年11月から2008年3月は、香港から中国、台湾、ベトナムに向かう2泊から7泊のクルーズに用いられた。2008年11月から2009年1月までは、シンガポールに移動し、その後回収作業に入った。 回収を終えた2009年5月27日には、キールンから石垣島、沖縄への1泊から3泊に及ぶクルーズを開始し、これは10月まで続いた。11月にはシンガポールから、クアラルンプール、ペナン島、ランカウイ島への3泊のクルーズと、クアラルンプールとプーケット島への4泊のクルーズを12月末まで運行した。その後、クラン港で回収作業に入った。 2010年4月、ドック入りしたスーパースターアークエリアスに代わって、香港から南シナ海への一泊クルーズに用いられた。5月から10月にかけては、日本及び台湾へのクルーズを行った。11月から12月までは、シンガポールからタイ、マレーシアへのクルーズを行った。2011年から2012年にかけては、ペナントーからの一泊から三泊のクルーズを行い、 その内容は、プーケット架空ラビを目的地とするものと、洋上の周遊クルーズであった。2013年には、改修が行われる見込みである。10層のデッキを有し、客室は732室。スタークルーズのスーパースターリブラとスーパースターバーゴ、ペナンにて、ありがとうございます。